いつも競輪ジャーニーをご覧いただきありがとうございます。今回は埼玉県46期元競輪選手の稲垣勝弘さんからお話をお伺いすることができました。それではどうぞご覧ください。すごかったのはね、経営学の記念でね、山口健二さんが尾崎さんの後ろでね、中野さんと競りなんですよ。それで中野さんが内側なんだよね。マイトってね、前はインマチっていうレースが流行ってて、マイついて、で尾崎さんが上がっていくのを待って、それで山口さんと競りなんだけども、すんごい競りだったですよ。あの山口さんがもうね、芝生の方まで押し込んで、それで山口さん結果的に失格なんですけど、そのレースはねものすごい問題になっちゃってね。で中野さんは9着でゴールして、で初めて9着取ったって言ってましたね。で山口さんが失格だから中野さん8着取ったんだけど、そのレースはね、人のレースだったんですけど、ものすごい印象に強いですよね。この横の動きでね。競輪選手に対して運動習慣がなくなると、ちょっと体調が不安定になったりすることもありますけれども、稲垣さんはいかがでしたか？私はですね、引退しても次の日から練習してました。半年間ぐらいなんですけども、自転車には乗ってまして、さらに半年ぐらいはカフェの方が忙しくなっちゃって、はい、練習できない状態になってたんですね、はい、今は毎日夜1時間歩ってるんですけども、はい、4キロなんですけども、はい、去年の9月29日に100キロ歩ったんですよ。え、1日でですか？1日で25日分ですよね、1日で。寝てないってことですか？寝ると多分歩けないと思いますよ、100キロ。じゃあ寝ないでどちらまで歩いたんですか？私が競輪選手だった時の100キロコースの練習コースなんですけども、朝家をね、5時に家出て、はい、帰ってきたのは次の日の朝の5時40分だったです。25時間ぐらいですね。中も歩いて、うん、怖くなかったですか？なんかその物見山はね、真っ暗だったんで怖かったですよ。山賊に会うかと思って。100キロ歩いてみようって思ったってことなんですよ、ね、はい。なんか明確な理由というのはあるのでしょうか？明確な理由はあるんですよね。自分の中でしっかりしたものがあるんですよ、はい、60になったらやろうっていうふうに決めてたんですよ。それでですね、歩ってるうちに、まあ、60になったからやるんじゃなく願をかけるっていう気持ちがなんか湧いてきちゃいまして、たまたまその頃ね、競輪学校の試験が近づいてきて、私に車輪を組んでほしいとか、タイヤを張ってほしいっていう受験生が5人いまして、その5人の人たちがベストタイムを出せるようにね、私がその受験生に関わって、まあ、関わったのも 何かの縁なのでね、その人たちがベストタイムが出るように願をかけて歩くのもね、一つ このやってみようっていうきっかけにしたかったんですよね。そういうものがないと多分くじけちゃって途中でやめちゃうと思うんですよね。途中でやめたくない、絶対最後まで歩きたかったので、もう必ず歩く。で帰ってくるともう足が腫れちゃってね、ものすごい痛かったです。信じられないぐらい足が腫れましたね。体はいかがでしたか、疲労は？体の中はね、とんでもないことが起きますね。疲れてるんだけども眠れなかったり、おしっこが出なくなって、どんどん体がむくんでったんですよね。足のむくみもそういう体の中の変化からそう来てるんだと思うんですけども、はい、ちょっと間違えると命に関わるようなね、危険な行為だったかもしれないってもうでもね、その時はまあ大変だったんですけども、まあ、今度は200キロやってみたいなとか、そういう気持ちでありますね。何か発見はあったんだと思うんですけどね、もう1年経つとなんかいろんなものを忘れてきちゃいますね。すごい感動はしたんですよ、はい、であの帰ってくる時にね、私の娘が、はい、あのサライを流して、はい、それでそれを家内が映像としてこう撮ってね、24時間マラソンみたいにそういう感じでゴールはしたんですけども、もうそろそろ1年経つんでね、はい、その時のね、すごく美しいな感情は確かにあったんですけども、はい、もう今は忘れてしまったんですね。サライがなんか耳に残ってる、はい、でその映像も今まだあるんですけど自然と涙が出てきましたね。帰ってこれたっていうので。なるほどですね、うん、それでは VTR どうぞ。二つかにその話したけどさ、最初信じなかったよね。うっそいでなくて自転車でだって何時間かかるんですよって。歩ったらね、1日じゃ終わんないでしょ。確かに1日じゃ終わんなかったね。25時間歩きっぱなし。それやってね、ちょっとしたらね、
栃木の100キロウォーキング54キロのさ、今南竹、南竹って書いて、なんか裏、あ、南岳さん、あ、矢口さん、うん、矢口、はい、矢口がさ、これから100キロウォーキング行ってきますって出てたんだ、ちょうどそれあったのタイムラインみたいので、はい、で私も、ね、先日100キロ歩きました、だいたい25時間ぐらいかかりましたって。笑っていいともにご出演されてたことがあったと思うんですけど、はい、そちらの話をお伺いしても大丈夫ですか？あ、大丈夫です、はい、笑っていいともはね、家内が出てみようよって、はい、アルタ前に何時に集合ってなんか決まってたらしく、それを調べてですね、結構早いんですよ、8時ぐらい、朝の8時ぐらいにアルタ前に行ってオーディションみたいなことを受けるんですよね。それで笑っていいとの中のコーナーがですね、私の彼氏自慢、亭主自慢っていうコーナーで、まず家内が私のこと自慢するんですよね、ものすぐ自慢して、でじゃあそんなに自慢な旦那さんは芸能界でいうとね、どなたに似てるんですかっていう、そういうオチのあるコーナーで、誰に似てるんですかっていうところでは、はい、あの田代正史に似てるっていう。出てから皆さんのリアクションって何かありましたか？もうそれはもうなんかすごくね、みんな友達になっちゃったような感じでね、仲良くなったですね。はい、アルタ出た後にね、うなぎ屋さん、アルタの前のうなぎ屋さん入ったら、はい、うなぎ屋の大将にね、今テレビ出てましたねって言われたり次の日がね、小松島競輪場の全競技だったんですけど、空港で全然知らない人にね、はい、今テレビ出てましたねって話しかけられたり、はい、それから競輪場着いたら、はい、球品部の女性の方に、はい、昨日テレビ出てましたねって、はい、映像とか映像ね、偶然あるんですけども、稲垣さんがもし言うとしてくれたら、いや、私っていうより家内がね、はい、でもいいと思うんですけどね。じゃあちょっと今聞いていきます、はい、ありがとうございます。ごめん、はい、今の本当困るって本当に勘弁してほしい。わかりました、ありがとうございます。ただみんなにその時ね、テレビ見てたら稲垣さん出てね、急にテレビが映んなくなったとかさ、そんなこと絶対ありえないんだけどさ、そうやって言うよね。相当その上ね、テレビ出たことでいじめられましたね。あ、そうなんですね、うん、今日の昨日だと反響はすごいですよね。これはテレビに出たっていうことでみんなと親しくなった。レースなんかもやりづらくなるかもしれないよね、仲良くなっちゃうと。たまたま展開でね、私の隣にこう並走するような格好になるとぶつかりづらいですもんね。そうですよね、はい、この動画のご覧いただいている皆様に何かメッセージをいただいてもよろしいでしょうか？まあコロナ禍ということで皆さん大変不自由な生活をしていると思うんですけども、これが明ければですね、きっとまた明るい未来が開けると思いますので、どうぞ皆様元気にコロナにかからないように頑張ってください。私はなんかいろんなことやってますけども、すごく楽しんでね、今やってます。元気で暮らしてますので、ぜひ皆様も元気に暮らしてください。どうもありがとうございます。いつも競輪ジャーニーをお楽しみいただきありがとうございます。次回もぜひお楽しみください。